聞くチャンネル。はい、どうもこんにちは、こんばんはかな。はい、聞くチャンネルです。今日はね、2022年6月26日、日曜日ですね。なんと時刻はちょっとまだ明け方の3時31分ですね。まあ、なんとこんな時間にやってるかっていうのもありますけども、ですね、昨日もね、セイコマート橋本さんに来まして、まあ、毎週恒例のねチラシをいただいてきましたので、軽くね来週の、6月29日号のね、セイコマート関東版の、チラシ紹介をしたいと思います。はいね、まずね、これはいつものお決まりの卵。今週は、来週はですね、水曜日は、188円、1パック188円がですね、テクマカード会員だと5000引きで138円になりますね。あといつもの長寿でね、まあ、若干ですね、少ないです。ティッシュ、ね、トイレットペーパーも若干、何千円か安くなりますよ、ってね。で、ここですね。今週、来週号は、ありがとうセイコーマート、セイコーマートアプリご利用50万人突破。あ、結構もう、アプリのね、登録者、利用者が増えてるんですね。はい。なんだこれ、アプリ会員限定、期間中ペコママネーで累計税込み5000円以上お支払いで、ペコママネー500円分プレゼント。使えば5000以上ペクママネーを使うとお得ってことですかね、うん、あ、でも参加方法としてアプリお知らせページのペクママネー500円分プレゼントキャンペーンエントリーをするんですね、これね。これはエントリーしないとならないんで、ね、もうサイトの方から、ね、エントリーしてくださいってことですね。アプリをダウンロードしてる人にはね、多分出てきますね、いろいろね。はい、その辺はアプリダウンロードした人、これからダウンロードする人はね、そこに出てくると思いますので、調べて、ぜひ、利用できる方はしてみてください。はい。すいませんね、細かく説明しませんが。はい、隣は、50円引きクーポン、アプリ配信中、はい、ワイン、ジェンキー、アプリ、クラフトポスト、ゾーンとか、レモンサワー、あとなんだっけ、ね、コイゼイケイちゃんとかね、アルフォートとかお菓子もありますね。で、下下いきます。これなんだ、夏にぴったりのアイスバー、北海道ぶどうバー、他にもいろいろありますよ、ね。これが衝撃価格の各水準です。で、その隣、会員限定アイスキャンペーンとかね。ソフトクリームとかありますよね。これ累計8個買うごとに1個もらえますよ。これが夏なんでね、しょっちゅうアイス食べる人がいるじゃないですかね。で、その隣ね、先週後かなんかでもやりましたけどね、野菜を食べようキャンペーンやってますね。野菜の、お惣菜ね、サラダとかそういうのね、10個購入ごとに飲料のね、野菜ジュースとかあるかな、フルーツジュース系のやつかな、ハッピーですね。これがもらえますよ。はい、じゃあ歌いきます。はい、北海道フェアです、ね。あ、これ鮭とばコーンチップスがリニューアル。6月27日、パッケージがリニューアルなのかな、味は変わってるのかどうか、確かめてみたいですね、なんかね。はい、そしたらこれ結構ね、皆さんが美味しい美味しいって食べてね、私もまだ食べてないですけどね。豚丼味のやつが美味しいらしいですよ、はい。あとね、これ、私先週買いましたけどね、あ、これ左は、リボンストロンレモン絞りですね。右がね、これコアップガラナ、アローラロコンラベルですね。白い、ガラナですね。美味しかったですね。そしたら、マルエス焼きトウモロコシ
ステーションの隣ね、これコマーシャルでもやってますけどね、お得な増量中、7つ星ね、増量中で、ね、ペクマ会員だと、割引になりますよ、ね、お得なんで、ぜひとも、セイコーマートでお米を買われてはいかがですか。これは隣ですね、これまたこれ大福ですね。なんか大福で1000人募集してますよね。これのね、なんか賞を取った人の作品を紹介されてますね。でこの6月28日復活ね、風味豊かなコーヒーあんを柔らかな牛皮で包んでるんですね、コーヒー大福。ちょっとね、私の周りではね、そんなに好評ではなかったですけどね、なんかコーヒー好きの人はちょっと試しに食べてみてください。はい。下、まあ、はい。6月27日から7月3日まで、大正の赤ワイン、下のワインを、購入、ね、これスペイン産、チリ産のワインですね、購入する方、した方には、コーラですね、もう1本プレゼントしますよってなってますね。隣はいつもの牛乳いいですね、はい。そこから下がね、いつものバナナとか食パン、はい、あとね、スライスキャベツ、レタスミックス、こういうものもいますね。生活用品もいってます、洗剤とかね。でその隣いきますね、ヨーグルト、カルビー、じゃがりこ、とかもなんか値上がりするとか言ってますよね。はい、その下が木綿豆腐、納豆とかね、あとコカ・コーラとかね、こんなペクマカインだと、かなりお得になりますよ。はい、でその隣ですね、カツ丼祭りがね、6月29日水曜日です。カツ丼を使うごとに、今回はあれかな、ペコマ、ブランドの緑茶が1本プレゼントされます。そうしましたね、今現在予約受けたまりです。サンマカバ焼き10ね、はい、まあ、こんなところになっております。はい、それでね、実は、先週だったかな、いつだったかな、紹介しましたけども、YouTube のね、仲間の CTK6000 さんがね、以前動画で説明してくれてたんですけど、ペコマ会員でポイントが貯まるとね、ペコマーケットっていうのがあって、いろんな景品にね、こういうものを、買えてくるんですね。でそれで、なんとね、期間限定のペコマーケットっていうチラシがありますよってね、6月7日から6月30日まで限定のこういう景品があります。でね、すごい気になるものがありますよってね、ティッシュケースって言ってね、これがあるっていうね、うん、で私もこれ期間限定のね、ピコマーケットいただいてきて、このセイコーマートオリジナルティッシュケースってなんですね。で、まあ非売品なんで、まあ今月いっぱいなんでね。でなんとこれはポイントがね、たまってない人でも、ポイントと現金プラスでも、現金のみでも、交換できるんですよ。ね、お申し込みは、お店にあるマルチコピー機、またはホームページからね、インターネットでも申し込みできるんで、はい、私はお店に行った時にね、マルチコピー機で、でポイントもね、1回使っちゃってあんまりたまってなかったんでね、現金でっていうことで申し込みして、はい、来ました。はい、それで実は、昨日着替えてきましたんで、これですから、はい、ね、こういうセイコーマートオリジナルティッシュケースですね。こんな、ね、これがどんなものかと言いますと、はい、お、なかなか出ない、じゃん、はい、これがですね、結構ね、しっかりしたケースなんですね。はい、こういう、はい、で、これね、ここにティッシュ入れます。で、ここ蓋をこう乗せるだけっていうね。
そういうもんなんですか。そうですかね。あ、これあのボックスタイプとか、その今あのボックスレスのねティッシュって安いの売ってますよね。ああいうのでも入れても何でもいいんでしょうけどね。そうするとだんだんこの蓋がどんどん下がってくると思うんですけどね。はい、そんなんで。1900ポイントなんでね、まあ、現金だと1900円なんですけどね、まあ、結構まあ値段的にはそこそこするんですけど、まあ、なんつったってね非売品なんで結構しっかりしたね作りなんでね、まあ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 いいかなと思ってね、でまだ間に合いますんで、まだね6月30日まであと数日ありますんでね、急いで、ペコマカード会員の方は、まあお店まで行けない方もねネットで申し込みますんで、この機会にぜひとも、このティッシュケース、まあ他にもね景品ありますんで、6月限定の商品がねいろいろありますからね、そういうのね、はい、ぜひともこういうものを、ゲットしてはいかがでしょうかということでね、はい、今週の、来週のですか、セイコンマート関東版の、チラシ紹介でございました。今週も、動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた来週も見てくださいね。さようなら。